こちらは多摩職業能力開発センター。就業に向けた知識や技術を学べる職業訓練を実施しています。今回は実際にどのような訓練が行われているのか、私が現地からお伝えします。それでは行ってきます。職業訓練校の概要を教えてください。多摩職業能力開発センターでは、就職・転職を希望される方を対象に、住宅リフォーム課、造園土木施工課、水回りスペシャリスト課、U30 溶接課など幅広い分野の訓練を行っています。一番新しい科目ですと、IoT クリエイター科を作り、電子技術についても学べる環境を作っています。こちらは自動車塗装科。へこみ、傷を直す板金作業から自動車の塗装技術まで習得することができます。今回は自動車塗装訓練を体験させていただきました。初めてにして本当にお上手にありがとうございまできているかなと思います。ありがとうございます。実際に授業を受けてみてどうですか？楽しいことと難しいことがはっきりしていて、本当に理解するのに一生懸命で、毎日が楽しいです。今後の意気込みを教えてください。明日働くってなっても心配のないように学校生活を送っていきたいです。修了後は就職相談や仕事紹介などの支援も行っております。興味がある方はぜひ一度体験にいらしてください。都には各地域に職業能力開発センターがありますので、詳しくはホームページをご覧ください。みんな来てねー。